はい、今回も森友事件について、お話をしていこうかと思います。まあ先日ですね、近畿財務局の職員さんの遺書と手記というものが週刊文春で公開されまして、まあ、それはですね、もう日本国中衝撃を与えたと言ってもいいんではないでしょうかね。こういうふうな命を懸けた叫びに対して、やっぱり私たちはしっかりとね、向き合っていくというモラルは持っていると思うんですよ。例えば人がね、一人死んでるってことに対してものすごく重いものを感じていればいるほどですね、口先だけの慰めではなくって、本当はどうなのかなってことを一から追求して、少なくともその遺書を書いてまでね、お亡くなりになる人がその直前に嘘をつくってことはなかなか考えにくいと思うんですよ。確かに証拠ですとかね、それから、まあ、裏付けとかっていうものを持ち出されると、じゃあ死の直前に嘘をつく人もいるじゃないかっていうふうなことにもなるかもしれませんけども、でもね、そういうことではなくて、一つのね、人の心として、うん、まあこういうこと言ったらまた青臭いかもしれませんけども、やっぱり私たちは共通理念として、人は誰かのために何かをしたいっていうふうに、こう思うね、まあ善良な心があるっていうふうに信じたいと思いますし、私たちも難しい暮らしの中で正直に生きていきたいっていうふうに思ってるはずなんですよ。そして身の回りにいる人もそんなにね、見え見えの嘘をつくわけないだろうっていうふうに信じてると思うんですよ。ただそれがもろくも打ち破られるのが今回の事件ですよね。この、あえて遺書と呼びますけど、遺書が出てきた時にですね、この麻生財務大臣は、まあ、当時の最高責任者であり、まあ、今回もそうですけどもね、じゃあどんな対応するのかなと、うん、こういった、もう言ってみれば麻生大臣の部下ですよ。部下が亡くなって、その部下が世間に向けて、上司に向けて、そして自分の働いていた組織に向けて、実はこうなんですよってことを訴えたものを、うん、まあお手盛りのね、調査報告書を優先して、まあこの遺書について、まあいろんな意見があるよねということで、まあ切り捨ててしまうと。で、再検証もしないと。新しい証拠が出てきたら、まあその証拠に基づいてまた調査をするんだとかね、前回も話されてましたけども、まあそんなこと忘れてしまったかのようにね、うん、まあ、今回の対応はないだろうと思いますよね。まあ、はっきり言ってこう、憤りしかないですよね。ここ、笑顔で映ってますけども、まあ、この人が、なんて言いますかね、やっぱりこう、人気だった時もあるわけですよ。麻生太郎さん、やっぱり国民の話がわかるなみたいなね。うん、なんかそう、オタク大臣じゃないですけどね、オタク議員ですか。なんか我々と同じような感覚も持っていたりとか、していた時もあるんですけどもね。あの、税金のことに関してもそうですけども、あの、三橋孝さんと以前ね、話されてた時っていうのは、大臣になるまではですよ、どんどん財政出動して国民の消費を喚起するんだと。そして、インフレ率が上がってきたら、その時に初めて消費税っていうのが出てくるんじゃないかっていうふうに、本当にわかりやすくね、私たちに伝えてくれました。それからやっぱり、将来わかんないから、国の年金に頼るんじゃなくてね、まあ自分たちでもやっていきましょうみたいなこともね、なんかわかりやすく伝えてくれたはずなのに、最近はそのことをね、言ったのを忘れてしまったかのように、私たち国民をね、本当に、もう何とも思ってないっていうかね、うん、何なんでしょうかね、これは。まあちょっと前置き長くなりましたけども、今回ね、麻生大臣が、この遺書を突っぱねたと言ってもいいと思うんですけどね。これにはね、どんな効果があるのかってことをちょっとお話しするとですね、今後、政府に盾ついて、もしくは、まあ、盾つくって言ってもね、別に私利私欲で盾つくわけじゃないんですよ。理不尽な要求を吹っかけられて、理不尽な指示が来た時に、命令が来た時に、いや、自分の公務員としての概念として国民を裏切ることはできませんっていうのを命がけでやっても無駄ですよっていう効果を生んでるんですよ。こんな遺書とかね、命がけで出てきたところで、もう死人に口なしなんだから、お前ら従っていけばいいんだと。逆らったところで、俺たちは知らぬ存ぜぬ決め込むぞと。記者会議でも答えねえし、まあ何と言ってもね、もうどうせ何を言われても、次は俺たちがまたね、仕切るんだから、お前ら言うこと聞いときゃいいんだって話なんですよね。これはですね、ちょっと私の拡大解釈になりますけども、まあ、あの小泉進次郎さんもね、似たようなトーンダウンしてるわけですよね。なんかね、森友問題についてもインタビュー答えてたことがあったんですけども、まあ、こういう感じな時にね、何も言ってくださらないというかね、まあ当然ですよね。あの大臣の閣僚の中では、小泉進次郎さん、あの、お父さんの話があるって言っても、まあ、言ってみればね、新人ですから、あの、正しいことを言ってもね、通らないっていうのを察して、自分が生き延びるために、将来、総理という職に就くため、自民党の要職に就くためには、やっぱり自民党のね、党のね、方針に従って、それが、どうかな、これは国民のためになってないんじゃないかなと思っていても、自分の権力を握るまでは、黙ってね、身を低くしてるんだろうなと、私は勝手に思うんですよね。でもそういうのも込みでね、なんか、汚いじゃないですか。ね、汚
汚いじゃないですかって言っても何にもやりようがないんですよ、我々にも、うん、やりようがないんでこうやって眺めてるだけなんですけども、まあ、せめてね声を上げていくことぐらいはできるんじゃないかなと。そしてこういう政治になっちゃダメだよ、こういう国になっちゃダメだよっていうのをこれからの世代にも訴えかけていって、そして今ね若いね10代とか20代の子がもしかしたら官僚を目指すかもしれない、政治家を目指すかもしれない、その時にあ政治家さんって権力を握ったらこんなに汚い人になるんだ、自分はそうなならないぞと、絶対に戦ってやるぞみたいな気持ちで一歩一歩進んでもらいたいと思うんですよね、うん、まあでもね今の政権に、とってもいろいろと言い分はあると思いますし、今の自民党とか安倍政権がね一定の人に利益をもたらしてるのも事実だと思うんですよ、うん、大多数の人にはまあ利益をもたらしてないですけどね。で結局政治ってのは誰を救って誰を救わないのかっていうことを決めることでもあると思うんで、私は個人的に今回のね安倍政権ないだろうと思うんですよ、うん、今までの、ね、長期政権となりました最初のね数年間っていうのは私個人に対してはものすごくね追い風になってくれました。で今でも結構ねここは使えるなってものはあるんですよ、うん、でもこういうふうに文書の改ざんとかね元も問題とかそれから桜を見る会とかあと森法務大臣のあの壊れようとか見てるとまあなんかいたたまれないっていうかね、人はここまでね人の痛みに無関心になれるのかなと思うとなんか薄ら寒いような気がするんですよ。全然記事の方行かなくてすいません。この記事ね本当 URL リンクつけときますんで読んでいただきたいんですけども、なんと言いますかね、なんかもうね文字一文字一文字が憤りとね悔しさで読めないぐらいですよ私なんてのは。これがね私なりの小さな正義感なのかなと思いますけども、この書いてください、赤木さんの決死の告発に悲しみと憤りの声を寄せる一方、信じられないような言動を繰り返しているのが告発を突きつけられた当事者、麻生財務大臣、あなたの部下ですよこれ、部下が命がけで書いたものね、うん、どうなんですかねこれは。で前回の報告書を支持する意向だと思いますけども、その報告書なんて自分たちの都合のいいように書き換えたもの、まさに改ざんした文書じゃないですか、あの報告書だってね、うん、で遺書なんて出てくることを想定してなかったみたいですけども、まあなんかね遺書があるんだったら出してくださいみたいなこともご遺族に言われてたみたいなんですよ。じゃあその遺書が3年前2年前か出てきてたら、その遺書にも整合性が取れるように報告書を書こうとしたんじゃないですかね。でも事の発端は安倍総理が適当なこと言うからなんですよ。本当人の一言っていうのは国を変えてね命を損なってしまうものなんですよね。よく昔こんなこと言いました、人に死ねって言って本当に死んでしまう人がいるよって、うん、死ねって言わなくても死んでしまう人がいるんですよ。だから私たちは言葉には相当の力があると思って、私たちもね用心しなければなりませんよね。やっぱりこう憎しみとか恨みを込めた言葉っていうのはなるべく発しない方がいい。ただですねやっぱり、うん、一定の正義感をもとに、まあ、正義感っていうのもね不確定要素なんですけども、一定の正義感をもとにですね私利私欲でない糾弾っていうのは追及っていうのはあるべきかと思うんですよ。にしてもね麻生太郎死んじまえみたいなね安倍死んじまえっていうのとは違うと思うんですよ。違う、それは違う。やっぱりねこういう人にもギリギリまで最後までね、なんかこう信じていたいという青臭い気持ちが私にありますんで、まあ政権は譲っていただきたい、もしくは今のまま安倍政権行くんだったらまあ一言ね、まあ、お気の毒だったと申し訳ありませんでした。これからはねその赤木さんの名にも報いるために改めて真相追及をして当事者をね何らかの形で処罰すると、国民の皆さんが納得するような形にしていきますっていうふうにしてみると、やっぱりね評価はそれはそれで上がると思うんですよ。でもね嘘をつき続けてそれでね逃げ切ろうとしてる体制っていうのが本当にね分かんないですけども、まあ私がそう思ってるわけではないんですけども、例えばね暗殺してしまえみたいな本当にねなってはならないようなことがあるかもしれないですよ。うん、でこれに怒りを煮やしたね人がね集まってでなんか騒動を起こしてみたりとか、ね、デモぐらいだったらいいんですけども、内戦とかになってしまうんじゃないかなとかね、こういう小さなことから小さなことではないですけど内戦になってしまって、そこを諸外国につけ込まれるみたいなこともあるわけですよね。まあ、だからね政治が腐敗すると本当に内部から腐っていくのはこのことなんですよ。外的には日本は強いです。でも内部からの崩壊にはとっても弱いんじゃないかなっていう言葉で今回は締めさせていただきます。本当に記事全く読めないぐらい憤りが募ってます。